内側から1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。角から4号艇宮野原、ちょっと4号艇宮野原これは早いか。ただいまスタート判定中です。お手持ちの投票券大切に持ちください。逃げる1号艇松井茂が先頭ですがお知らせです。4号艇宮野原幸喜はフライング変換決勝、従いまして12レースの優勝戦4番に関係ある投票券すべてが変換です。お手持ちの投票券確定まで大切に持ちください。逃げた1号艇松井先頭、2番手2号艇松尾、内側から3号艇磯部が接近です。今年の王座を勝ち取るのは絶対王者松井茂、当地周年記念7回目の優勝偉業達成です。3連単1負担3変換票差し引いて 5.5 倍です。ラスターマーク1号艇松井、2号艇松尾、3号艇磯部、1負担3でまもなくゴールです。通算60回目の G1 優勝1番松井しげるゴールイン。松井茂選手です。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございました。はい、少し早いスタートもあったんですけども、そうですね、体型やばかったですね、正直。松井選手自身はどうでしたか？いや、スタート練習と一緒ぐらいのスタートで、はい、行ったと思ったんですけど、まあ、ちょっと西日もきつくて、正直なんかぼやぼやっとした感じで行ってしまったんで、はい、船足はどうでしたか？まあ、出足型で伸びることはなかったんですけど、まあ、出足グリップ力はあったと思います。はい、あの同一タイトル本当に7回本当に運がいいと思います。これからもご声援のどよろしくお願いします。ありがとうございました。今年は8月の住之江のお盆レースに続き2回目の優勝、通算では144回目の優勝となっています。今年はお孫さんも誕生したことも話題になりましたが、 GC になってもその強さますます健在です。何喋りましょうか、ね、やっぱりここまで歩んできた重ねてきた道ですよ、多分これが。まあ、7回はね、はい、本当に、まあ、できすぎですけども、本当に角、競争場には大変お世話になって、なんかいつも自分が、リズムが悪い時にはここを走ってリズムを良くして、他のレースに行くみたいな感じになってるんで、まあ、ここからもね、ここをきっかけにまた頑張っていきたいと思います。そうですね、同一タイトルこれで7回目、そして G1 優勝60回目、通算で優勝回数144回です。誰か抜いてみろ。一言意気込みお願いします。いや、なかなかね、そんな大きいことを言えるような成績取れてないんで、まあ、一戦一戦大事に、全力で本当に頑張っていきます。応援これからもよろしくお願いします。